峠寺さんっていうんですか、ボタンが塔とかで書いてありましたね。曹洞宗ね、面白いねこれ、峠寺曹洞宗ね、なんか面白いこと書いてるんで、人のためと書いて偽るというもんだねやって笑えるねこれ。確かにそうやな、ね、なんちゅうこれ、まあ写真だけでも写しとくか、写真だけでも。山菜ですね、山菜の季節ですね。よいしょ、趣ありました。ちょっと高台にあります、ちょっと写真、よいしょ。これは京都福知山市なのかな、石原という駅の近くですね。見晴らしは良さそう、電車の線路は石原駅っていうね、どれなんやろね、ここ後で調べます。なんかこういう立派な建物がありました。ボタンの花ってどこに咲いてんの、これすごいな。いや、菩提寺のボタン、仏のなんか書いてあるよこれ。ちょっとその前に写真、よいしょ。ここ菩提寺のボタン、仏の声がすべて書いてあるで、ボタンがあるんやろね。はい、こんにちは、こんにちは。よいしょ、立派なお堂やねこれ。ああいうね、丸い瓦のね屋根使われてるところは本当にちょっとねしっかりしてる、まあ、お金持ち歌なんだけど、どこにボタン咲いてる、咲いてんか、咲いてますね。うわすごいあの竜見て、ギャバーね、すごい。こっち側なんや、はい、まあね、珍しいもんやねこれ、何のもんこれ。のごもんでしょうか、あれや、尺状じゃないけど、ありました、ボタン開いてました、ここ開け取ってくれとんね。はい、失礼いたします。綺麗ね、松盛りなんか、あ、それでボタンでやって、あ、黄色いボタン咲いとる、なんかちょっと珍しい気がする、すごいね。大積みのあそこにしたってもね、今年は中止でしょねえ。薬師院さんやったっけ、へえ、きれいきれい、落ち着いてる人いてはれんからか知らんけど、これはね、お寺のあれと一緒に撮ってちょっと絵になるね。こういう感じですよ、ずっと回ってね。まあ、あの敷地面積自体はめちゃ広いわけじゃない、千姫牡丹園とかで花みたいにめちゃくちゃで広いわけじゃないけど、綺麗に手入れされと、下もちゃんとねこれ、あの小屋敷っていうか、でお寺のこんな道具もねちゃんとありますよ。へえ、
すごいね、この黒いボタン、ね、すごいよ、写真パチ。よいしょ。かすかにボタンのね、花の香りがします。いやいや、これそこでベンチもあるしね、ちょっとくつろげるんじゃないですか。綺麗ですね。僕はめっちゃ綺麗に花を写し、なんかこう最高のやつないかな。最高のやつね。わざわざ京都まで来たからね。なんかこれ鉢植えのスカートな。さすがでも何の流行り病があろうがちゃんとやるはるとこちゃんとやらはるからね。見に来はる人はちゃんとさしとくよ、大丈夫です。俺らに責任取ってくれたらいいへん。はい、まあそんな感じで、ここでこっちな、ここちゃんと拝めるようにちょっとでもね隙間開け取ってくれてはるんですよ。さすが総当主やね。こういうところはしっかりしてるわ。あ、ここでタバコのせい。でも向こうか、何駐車場あるのこれ。え、分かれ、え、これもしかして駐車場ありますね。はい、ほんまにね、道元さんありがとうございました。感謝感謝ですね。なんか遠路行者さんのお堂もあそこにあるみたいからね。遠路行者さんかなんかしょ、行者さんのね、誰か身を清められたと、ね、はい、ありがとうございました。それではまた皆さんお会いしましょう。はい、皆さん、あのセブンイレブンが見えてるここから突っ込んできてくださいね。これこれね、京都府立工業高等専門学校、高等学校と書いてありますわね。従いまして、ほんで、ここ、道元寺さんね、参道で書いて、もうここはちょっと、突き当たり側の道元寺さんの駐車場になりますわ。だから、ここから突っ込んできてもらったらね、駐車場までダイレクトで行けますわ。ね。まあ、それで参考になさってください。はい。はい。さらに、ここにも何かね、神社みたいなのがあって、ここにもこの坂登っていったら、多分この漢字から行って、行くはずですわ、道元寺さんね。いろいろあるね、ちょっと分かり、はい、皆さん調べてきてくださいね。